11月22日、正木地区の換気工事公道で花取り踊りが行われました。この踊りは400年以上前から行われているとされている歴史ある踊りで、毎年旧暦の10月18日、笹山権現の日に行われています。花取り踊りは南予の一部と土佐一円で踊られている山伏芸能の一つでもあり、念仏踊りともされています。花賀という俗、花賀城主の霊を慰める踊りとされ、以前は踊りの関係者はその前の7日間、別火、精進、水ごりなどで身を清め、笹山山頂など5箇所で踊りを踊っていたと記録に残っています。毎年開かれている行事ですが、40年以上雨の記録はないとのことで、参加者は口々に非常に珍しいことだと話していました。